桜と結婚、8歳と3歳の女の子がいる。子供たちにパピと呼ばれているという田中。2歳ぐらいには父親の仕事を認識し始めた。特に次女は、なんでパピだけテレビの中に入れるの私もテレビに出たいと言い始めたという。たま、出演していたテレビ朝日系、ドクター X、下界、大門道子で幼稚園のシーンがあり、子役たちに混ざって、 撮影に参加させてもらったという。現場。ドラマ上のパパやママを認識できず、違う、ママはあれと本当のママ桜を指さしたり、お芝居のシーンでキョトン。皆さんの配慮で、ほんの少しだけテレビに映り込むことができたという。田中は、ひやひやドキドキしながら見守り、無事に、撮影を終えたことに安堵したが、どうだと次女に聞くと、もうお仕事はゴリゴリ。 もうテレビはいい。に、視聴者として実際に演じる側になることの難しさを幼いながら、実感した娘の様子を明かしながら、苦笑い。t o のメンバーは、すごい。テレビデビューが、ドクター。と驚いていた。